三元だりーなー。いや、俺三元あれじゃん、サイエンスコンテンツ会だ。あれ教授マジでやべえよな。今日サボんね。いやいや、いいじゃんいいじゃん、今日ぐらい部室行こうよ。どうせ部室行ったらみんないいんだからさ。あ、な、決まりだ。よし、じゃあみんなで部室行こうぜ。よし。あー、すいません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 。はい。あの、今あのテレビの取材やってます。はい。今、お時間大丈夫ですか？お、僕たちですか？はい。お、全然全然。あ、本当に？はい。ありがとう。いえいえ。ありがとうね。カメラ回して、カメラお願い。緊張するな。カメラ回して、カメラ回して。オッケーオッケーオッケー。それでは、早速、質問させてもらいます。はい。You は、何しに、エプラン大学へ？え？You は何しにエプラン大学へ？バカにしてます。あ、そんなつもりない、ごめんなさい。え、ま、なんですか？あ、ごめんなさい、そんな私つもりない、ごめんなさい。あ、本当ですか？日本語難しい。なるほど。あ、今大学生？あ、そうです。大学名教えてもらってもいい？教えるも何もここですけどね。あ、僕今夢未来ジャパン最先端大学に通ってます。お、夢大。お、学部は？グローバルコミュニケーションデザイン学部、デジタルライフ学科です。グローバルデ…グロデザ。グロデザ。いや、グロデザ。こいつ何勉強してるねん。え、何の…ちょっと分かんない。何ですかさっきの。あ、ごめんなさいね、本当ごめんなさい。いやいや、普段言ってますけど。ごめんなさい。僕らこの大学で学びたいこと学んでるんですよ。お、何ですか本当に。受験頑張った？当たり前でしょ。1日2時間ファミマのイートインで勉強してましたよ。成功体験？これ受験の成功体験？後輩にどんどん言える？You は何しにエフラン大学へ？ここしか受かりませんでした。そうですよね。明日は撤収。どうもありがとうございました。